僕この民間放送では大好きというかもう愛していると言ってもいいんです。なぜかというと日本の民間放送は原則として戦後すべて生まれました。日本の民間放送民放は戦争を知りません。国民を戦争に向かってミスリードしたという過去が民間放送にはありません。これからもそういうことがないことを祈っております。